日本全国に抱え込んじゃダメなのよ。まあ盗まれる運動はあるんだけどさ。結局最初は人間の手でやってるものをこうまあやってみて、こんな感じでそれのものが表面的で当たるわ。35年前にユーザー実験をホモジライザーでやってたおじさんの話聞いたもんな。